意見立法審査会の民主、直接民主的な制度があって不可能なんですよ。で、それを考えると、その、非常にその、インテグリティのある放送なんだけど、ワークするかどうかっていうところはやっぱり問題になる。でも、オルタナティブとしては、やっぱり非常に良くて。非常にピュアなモデルとして僕は提案してるんで、いろいろ結構サブシステムがここね、出ると思うんですよ。その、まあ、ただ、なんかまあ、まあ、ルソーとかロックの仕事と同じようなところがやりたいと思っていて、最もラディカルなものをやって、結局現実に迎合せざるを得ないんですよ、システムは300年ぐらいかけて。で、でも、それを提案することによって、そのなんか、ある種のまあビジョンが見えてきて、それをもとに、まあ、社会構想っていうのができると。で、あらゆるものはその例外とかサブシステムでカバーしましょうっていういろんなサブシステムができて、今の社会は全然民主的じゃないし、資本主義でもないし、自由主義でもないし、社会主義でもないし、でもなんかめちゃくちゃな感じじゃないですか。一貫性なんかどこにあるんだろう。さっきのその分配率見ればわかりますよね。一貫性なんかないわけです。行ったり来たりしていて。だからその中でも、その、フランス革命の直後のフランスとかって政治がワークしてないわけですよ。明らかに。多分いきなりこのシステムを導入してね、みんなが使い始めたらワークしないんですよ。慣れてないからね。でもリテラシーが上がってきて、いろんなサブシステムとかやり方とかができてくると、システムとしてのピュアさはなくなって、折れてくわやくんだけどワークするようになるっていう、そういうのが必ずね、情報システムもあると思うので、それはやっぱりなんか成熟とも言うし、硬直化とも言うと思うんですね。で、地域によっても使われ方違うだろうし、まあそれをもう最初の叩き台を出したいという方法だと思う。まだね、議論はあるかもしれないけど、時間があれだから、4部を、その、ゆるやかな4部、まず、まず4部をじゃあ。